よろしくお願いします。はいはい。ちょっと、あら。見えるかな？ちょっと音のチェックだけしようかな。はーい。は皆い。さん、おはようございます。おはようございまあ、おはようございまます。おはようございます。みたいなの返ってこないけどね。コメントす。で返ってくるから。あ、もう音書入っいててる。くれてますね。はーい。よし、聞こえる聞こえる。よし。じゃあ、始めていきたいと思います。はい。今日のゲスト、ミクさんです。お願いしまお願いーす。します。めっちゃ手振ってるけど。めっちゃ手振ってるけど。あ、そっか。見えないのか。はい。あ、そうだよね。っていうか、普段はライブやるときって、顔を出してライブだよね。そうですね。初めてこのキャラクターでライブをしていますね。ね、これいいよね、このキャラクター。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。照れます。ね、僕は今ね、こうパソコンの画面で、まあ、ミクさんとビデオチャットをしながらやってるんだけどね。ミクさんの顔とイラストの顔がこう隣同士に。でもなんか特徴はしっかり掴んでる気がするけどね。本当ですか？ちょっと可愛すぎるなって自分で思ったんですけど、でも、イラストレーターの方、本当にありがとうございます。ねえ、あ、ちょっとね、こうしようかな。ねえ、すごい素敵。ってことは、初のお披露目。これ、普段は何に使ってんの？このイラストは。これは、これから、まあ、ポッドキャストでいろんなイベントをしようと思ってて、そのために作ったので、まだあんまり使ってないんですけど、あ、じゃあ、初のお披露目かな？一回 YouTube で使いました。一回 YouTube で使ったんだ。初ではない。わかりました。そうなんだ。YouTube で、まあ、このイラストを使って、なんかこう、サムネを作ったとか。ポッドキャストで、最近、まあ、最近っていうか4月に、私が桜から学んだことっていうトピックで話したんですね。で、まあ、レビューで、これは YouTube に上げて、字幕もつけてほしいって言ってくれた人がいて、で、それで YouTube にもアップロードさせてもらったんですけど、その時に何もなかったらちょっと寂しいなと思ったので、このアイコンを使いました。いいよそね。れ1回だけですね。あ、そうなんだ。ちなみに桜から学んだことは、ちょっとこう、おお。どんなことを学んだの？いやー、今年の初めの方、結構ね、なんかいろいろ考えてたんですよ、人生について。もう始まって3分でちょっと深い話になってしまうんですけもうっつっど。て。いえいえ、そんなことない、そんなことない、そんなことない。そう、まあ、皆さんね、これを聞いてる方も、人生、山あり、谷ありで、大変なこともあるし、ね、嬉しいこともありますよね。で、まあ、ちょっと、こう、人生の中で、これからどうしようかなって迷うこととかが結構あったんですよ。で、桜を、まあ、眺めてたときに、まあ、桜って、皆さんすごく綺麗ですけど、すぐに散るんですね。すぐに、何て言えばいいかな、デフォーね、全部落ちるんですよね。1週間から10日で。で、みんな桜が散ってる時も綺麗だなって言ってるけど、日本人って、桜が散る時にちょっと切ないっていう感情もあると思うんですよ。あるなんかね。せっかく綺麗なのに、もう散ってしまったっていう感覚？で、私もそれを見てて、あ、人生短いんだから、こんな小さいことで くよくよしてないで、もっとなんか目の前にあることを頑張ろうって思えたりとか、あとはもう、なんだっけ、それが一つ目で、人生は短いっていうこと。で、もう一つは、みんなね、こう
他の人を見てると、うん、あの人はもう成功してるとか、あの人はもう結婚してるとか、あの人はもう子供がいるとか、うん、結構他の人と比べてしまうじゃないですか。そうね。でももう桜っていっぱいつぼみがあるけど、うん、なんか咲くタイミングはバラバラで、本当にもう自分のタイミングが来たら自分がこうなんだろうな、好きなことで咲けばいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。うん、そうそう、だから他の人と比べなくていいし、自分の道とか自分が今やってることを頑張ればいいじゃんって思って、うん、すっごく気が楽になったんですよ。すごいね、その桜を見てそこまで考えられるミクはすごいよね。桜ずっと見てましたね結構な長い間だよね、それ考えるまでって。あの一人でお花見したんですよ。はい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 。ね、あの本とかあの持って行ってピクニックしながら、うん、そのシートの上に寝っ転がって、うん、桜見てたんですね。うん、いやなんか自然見てたら結構なんか心が落ち着くんですよ。いやすごいよね。そのさ、うん、まあ今、まあ、ミクの年あ何歳とか聞いて大丈夫？秘密の、ね、あ大丈夫ですよ。いやもう言ったことがあります今ちょっとうぐぐぐってなったけど、うんうん、いやだいあの、うん、今年30歳になります、うん、でもまだ29歳です。まだ20まだ20代です。ようこそ30歳へ30代ようこそ。そうなんだ。はい、まあ、なんかさこう30になるとだん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 ね真面目に考え始めちゃうからね。そうですか。うん、あそうでもない。どうだろう、逆に開き直るんじゃないかな。どうだろう、ゆうすけさんどうですか、30になって何か変わりましたか？うん、そうね、35年齢的なものよりもね、結婚したりとかなんかフリーランスになったりとか、うん、まあそういうのそういう方があれかな。でも例えば20歳でなんかねフリーランスになったり結婚したりってあんまりないからね。うんうんうん、まあ、確かにそんあ年齢関係ない、ごめんなさい、年齢関係ないです年齢関係ないです、はい、年齢はただの数字です、うん、そうだね、まさしくそう。うん、僕なんかはね年齢よりももう生活はおっさんになってるけどね。そうなんですか。どういう生活をしてるんですか、おっさんの生活とは。どんな生活ですか。一日の一番の幸せは、うん、あのクラス終わって冷蔵庫にあるビールを開けてもう飲んで一口目このもう今日もお疲れっていうのがやっぱ幸せみたいな。あもうね今想像できました。うん、想像できました。そんな感じっすよ、うん、はい。あごめんみんな ね、コメントありがとうございますね。はい、いろいろね今日はよろしくお願いしますとか、はい、こんにちはこんばんはとかね、インドネシアから見てます、あインドからありがとうございます。フィリピンから見てますね。あリオさんがいる。うん、おリオさん、リオさん、はい、リオさんはね私の動画のタガログ語の翻訳をしてくれてるんですよ。すごいタガログ語。うん、あのフィリピンの言葉。フィリピンの言葉なんだ。そうなんだ。へえ。そうそう。で、あのフィリピンはもともとまあ、うん、スペインの植民地だったから、はいはいはい、タガログ語とスペイン語がちょっと似てるらしいですね。だからウノドストレスは同じらしいですよ。うん、あ、そうなんだ。そうそう。なんか僕さメキシコじゃないんだけど、うん、あのまあ、メキシコの結婚式でね必ず流れる、うん、あのエルシンボロっていうグループのウーノドストレスドドスパラバホっていう歌があるんだけど、そのすごいもうめちゃめちゃ明るい歌があるんだけど、それはじゃあフィリピンの人は分かるわけだね、ウーノドストレスね。わかるみたいですよ。
いやそうなんだそうなんだ、はい、よいしょ、すごい、自分なりに咲こうって、うん、いいね、書いてくれてる人がいますね。リンさん。リンさん、いい言葉。自分なりに咲こう。すごいよね。このいいですね、表現が出る日本語能力ってすごいよね。すごいですね。なかなか自分なりに咲こうって出てこないですね。ね。なんか自分らしく生きようとか、うん、自分らしい生活をしようとかは分かるけど、自分なりに咲こうって完璧よね。うん。どうですか、素晴らしいリンさん。自分なりに避けてますか。今日はそういう感じ の、 いやいやの人生についてのポッドキャストですか。いや、わかんないよ。もう10分ぐらい後にはもうゴキブリの話してるかもしれないからね。ゴキブリの話、うん、どうなるかわかんないから。さっきね、このね、うん、このライブが始まる前にゆうすけさんと私は、うん、ゴキブリの話をしていました。そう、ね、すっごく汚いねって言いながら、いや、ゴキブリって強いねっていう話をしていました。あのね、その話はちょっと置いといて、ちょっと待って、そのゴキブリの話をちょっとしたいんだけどさ。あの、日本でさ、ごめんね、日本であんまりゴキブリってさ見なくない？うん、見る？そうですね、そんな見ないですね。だいたいさ、日本人ってさ、ゴキブリ見たらもうパニックになっちゃう人多いじゃん。うん、メキシコってゴキブリめちゃめちゃ多いのよ。うん、メキシコ住んでた時ゴキブリ見なかった？見ましたよ。うじゃうじゃいましたよ。うじゃうじゃいるよね。あの、排水溝のところから、うん、頭を出してるゴキブリとか結構いませんか？いるいる、いますよね、うん、なんか水が欲しくて、その下水道から上がってきたのか、うん、わかんないですけど、いっぱいそういうところにいましたね、ゴキブリ。そういるんだよ、うん、でさ、僕日本でもうゴキブリって全然触れなかったんだけど、もうメキシコあまりにも多いから、うん、なんかこうテーブルにゴキブリがいたりするともう手で取ってピュッてこう下に、ちょっと待って手でいける。手でゴキブリを、手で潰すとかはできないけど、はい、手で取ってこうフェッて、はいはい、床にピッてで、あのゴキブリって何っていうコメントが。ゴキブリはあの汚いところにいる茶色い虫、コックローチだっけ、はい、ココロチですね、ココロチ。すごいね、発音。もう一回ココロチ、コックローチ、コックローチです。はい、スペイン語でクカラチャ、クカラチャ、クカラチャなんですけどね。そうでね、でね、はい、昨日白いゴキブリがうちに出て、え、気持ち悪いえ、はい、そう、アルビノゴキブリが出て、え、白いゴキブリいるんですか。すごくない、白いゴキブリ、うん、見たことないです、うん、ちょっとなんか可愛くなってきちゃって、はい、ちょっと待って、そう、あの、はい、やっつけることはできずに外にふって逃がして、そう、いやごめんなさい、ゴキブリの話。ゆうすけさん、ゆうすけさん、あのね、いろんな話ができる中、うん、どうして私とゆうすけさんは今ゴキブリの話をしてるんですかね。いいじゃないですか、ほら、なんかね、はい、難しい話ばかりじゃなくてね、こういうゴキブリの話、はい、まあ、ゴキブリも難しいね、言葉はね。あの、ゴキブリの話でちょっと思い出したんですけど、お、私のお兄ちゃんが、はいはいはい、もうゴキブリ恐怖症、恐怖症っていうのはもう怖すぎて、うん、本当にパニックになることなんですけど、うん、なんかゴキブリ出ても絶対にあの何もしないんですよ。もう私がゴキブリ担当みたいな、ゴキブリ出たら、うん、スプレーしたりとか、うん、どうにかしなきゃいけないっていうので、一回ゴキブリ出た時に一緒にしようって言ったのに、うん、一人だけね、自分の部屋に
入って鍵閉めたんですよ、もう頑張ってミクって言って、うん、ミク頑張ってどうにかしてゴキブリ外に出してって言って、うん、自分の部屋鍵閉めて、うん、お兄ちゃんですよ、うん、信じられない本当にそういうことが何回もありましたね。あ、そうなんだ、うん、なんかまあね、男ならみたいなのはあるけど、もう今の時代男なら女ならなんてないですからね。ないですけど、うん、ないですけど、はい、いつもいつも私がいつも私がゴキブリを倒さなきゃいけないのはちょっとおかしいなっていう、どうでもいい話をいやいいしました。でミク自体はやっぱ苦手なのは苦手なんだ、うん、ゴキブリはそうですね、苦手ですね、うん、でも基本的にちっちゃい虫とかはあんまり怖くないから、普通に手で取ってピッて外に出しますね。小さい虫なら普通の虫は、うんうん、カナブンとか、そう、そう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 ちょっと待って、うん、はいはいはい、コメントが面白いんですけど、うん、待って、今日はゴキブリの話ですか、無理無理って書いてますよ今日のテーマゴキブリ、トピックを変えましょう。わかりましたわかりました、トピックを変えましょう。好きなんよね、はい、ゴキブリの話は終わりました、うん、皆さん終わった、わ、はい、かりましたわかりました、じゃあ、ね、はい、安心してください、そう、あ、白いゴキブリ見たって人と、北海道生まれの人 100% ゴキブリ見たことないらしいです。あ、なるほどね、じゃああれだね、ミクのお兄ちゃんは北海道に行くしかないね。いや、そうですね、はい、うん、まあ、まあそんなね、さっきも言ってたんですけど、このライブが今9時からかな、うん、スタートで、うちらはその日本の夜の9時ですね、日本の夜の9時からだよね、うん、で30分くらい前からなんか世間話をしてたんだよね。そうそうそう、うん、それで知ったんだけど、はい、今鎌倉在住ミクさん、はい、鎌倉、そうなんですよ、うん、大阪出身で今鎌倉在住だもんね。そうですね、もう鎌倉最高ですよ皆さん、うん、皆さん日本に来たことがありますかね、あ、日本に来たことがある人は鎌倉に来たことがありますか、うん、ちょっとじゃあ書いてみようか、ちょっと待ってね、今書いてみて、うん、アンケートしましょうか、鎌倉行ったことある、よいしょ、あ、鎌倉、うん、鎌倉ね、鎌倉、鎌倉本当に来てほしい、みんなに来てほしい、行ったことある、うん、あ、はい、鎌倉の景色が最高って書いてる人がいる、うん、アンドレ、はい、アンドレージさん、鎌倉の海の景色が最高って書いてますね。いいよね、いいよね、鎌倉ね、うん、そうで、海の町なので、うん、こうサーファーが多いんですよね、うん、でみんななんかここは日本かなって思うぐらい、うん、半裸、半裸っていうのは半分裸っていう意味なんですけど、はい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 、半分裸でもうみんな歩いてるんですね外を、うん、で時々あの裸足のおじちゃんとかいますね、うん、道でオーストラリアで、うん、オーストラリアではねそういうことがあるって知ってたんですけど、うん、まさか日本で裸足で歩いてる人がいるとは思ってなかったので、うん、びっくりしましたねちょっと鎌倉、まあ、確かに大阪で裸足で歩いてる人いたらちょっと多いって、うん、おえってなるもんなちょっと危ないですね危ないですね、うん、うん、いやいいですよ、なんか大阪の海は本当汚いんですよ、もうね大阪出身だけど、うん、海だけはちょっともう文句言ってしまいましょう、もう、うん、海汚すぎて、まあね、大阪の海はあんまり入れないんですね、うん、でも海大好きなんですよね今本当に、あ、ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっとこうしようかな、画面共有、画面共有これ見ようかな、はいはいはい、あ、まあ、ちょっと結構かぶっちゃってるけど、うん、鎌倉いいよね、うん、仏教のね町だもんね、そうですね、禅のお寺が多いので、ね、仏教に興味がある人にもおすすめですし、うん、あと山もあるので、うん、ハイキングもできるんですね、最高よね、うん、
そうで、海もこんな感じであって、あとね。夕日と富士山が一緒に見れるんですよ。ああ、そうだよね。そうだよね。そう。いいね、鎌だから倉。日本に住むならここかなって今は思ってますね。ここに住むかもしれないですね、あ、本当本に。当。わあ、いい大阪、ごめんな。なさい。大阪ごめんなさい。だって、大阪、ごめんなさい。僕のあくまでもイメージなんだけど、大阪の人って大阪好きな人多くない？大阪の人は大阪から出ない人が多いですね。ねえ。やっぱ大阪最高っ大て。阪最高っていうか、関西なら住めるかな。でも関東にあまり行きたがらないですね。あれは何なのかね。何なんですかね。やっぱり言葉とかもあるんじゃないですかね。ああ、言葉。やっぱ関西弁聞くと落ち着くっていう人が多いですね、関西の人は。ああ、まあね。それは多分、東北の人だとしてもね、自分の国じゃないか、自分の、町の方言が聞けたら、まあ安心はするけどね。でいも、や、そうですね。大阪って大阪はもう大好きですよ。でも大住むな阪も好ら、きですけど。鎌倉。そうですね。やっぱり私、自然が好きなので、自然に近いところ、特に海に近いところに住みたいんですよ。で、海に近いところって言うと、結構みんなから津波は大丈夫って聞かれるんですけど、津波の心配は確かにありますよね。でも、江ノ島とか鎌倉の周辺って結構丘になってる地域もあるので、海辺じゃなくても、ちょっと電車っていうかモノレールがあるんですけど、に乗れば上に上がれるんですね。そのあたりに住めば、まあね、そうですね、地図がありますね。こうね、鎌倉が、でもあれか、航空写真で見た方がいいか。そうで、その鎌倉で絶対してほしいことがあって、江ノ電っていう電車があるんですよ。ありますえのね。島電車。その電車から海が見れるんですね。それこそあれだよね、「スラムダンク」のオープニングのあれだよね。そう。あちょっそとこ待にいっぱい人がいますね。ってね。「眩しい日差しを背に」ってやつね。いいじゃないですそう、か。これ、それ、これです、これです。これだよね。いいよね。なんかさ、鎌倉って日本なんだけど、なんか古き良き日本って感じよね。そうですね。なんかあんまり高いビルとかも建ってないんですよ。東京とか大阪とかってやっぱりビルがたくさんあるから空が見えないと確かか、に。なんだか窮屈に感じてしまう、なんか狭く感じてしまうから、結構みんなストレスが溜まってる人が多い気がするんですけど、やっぱり人間ってこの自然の周りにいると、特に海の近くにいると、なんか落ち着くんでしょうね、心が。なんかみそうんな優ね。しい人が多いです、本当に。確かに。僕もね、人も優しい。中高は海の近くに住んでたんだけど、やっぱ恋しいね。海の近くに住むっていいよね。いいですよね。ね。ゆうすけさんは、出身は埼埼玉玉、でしたっけ？そう。埼玉だけど、中学校、高校は、静岡県。そう、静岡県の沼津市っていうとこに住んでたんだけど。やっぱね、海、なんかさ、オプションに海を見るがあるのがすごい違うよね。全然違いますね。なんだろう、海見てるとなんか、
なんか自分が考えてることとか悩んでることがめっちゃちっちゃく感じませんか？そうね。なんだろう、景色が広大すぎて、うん、こうね、うん、大きすぎて、なんか悩み事とかもなんかちっちゃく感じたりとか、なんかどうでもよくなったりとか、なんか落ち着くんですよね。うん、そうね。だからね、日本だとね、こう自殺の問題ねあるけど、海の近くに住む人ってそんなに多分なんか、うん、ああもうダメだってならない気がするね。うん、あの何東、うんうんうん、あどうぞどうぞ、あどうぞ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 、ちょっと海のね、うん、近くに一人で来てる人とかいっぱいいますよ。ね。海眺めてる人とか、うんうん、その海の近くで本読んで、本読んだりタバコ吸ったりしてる人がいっぱい。あ、ここはみんなのなんだろう、心が休まる場所なんだろうなと思いながら見てますけど。ね。うん、やっぱさ、やっぱいいですよね。いいよね。こうグアダラハラとかになるとさ、そのじゃあ心が休まる場所どこですかってなったら、やっぱバーとかさ。バルになるんですか？バルになったりとかさ、クラブとかさ、ああいうとこに行く人が多い中ね、はいはい、まあ、公園とかも確かにあるけど、うん、公園ってさ、そういう自然を、まあ、人工的に、まあ、言い方悪いと嘘の自然なわけじゃん。そうですね、やっぱ本物には勝てないよね、うん、本物の海にはね。うんうんうん、うん、そうですね、うん、はい、あとはやっぱり、うん、あのメキシコに住んでる時は一人でいろんなところに行くっていうのはちょっとあのできなかったので、うん、特になんかカメラを持って一人で歩くっていうことはやっぱりできなかったのでそう、ね、うん、日本にいるとどこでも一人でカメラを持ってフラーっとね歩くことができるので、それやっぱりいいですね。そっか、じゃあやっぱもうメンタル的にもなかなかいいと、大阪にいた時よりも、うん、いいです。あ、素晴らしいですね。ちょっとコメント読んでいきますね。はい、はい、どこからだっけ、ゴキブリの話の後だよね。はい、あ、鎌倉のこれミク読んだね。鎌倉に近いと、お、近いところに住んでるんだね。みんな行ったことあります、行きませんね、行きたい、まあ、いろんな人いますよね。そう、ぜひぜひ、うん、下手したら東京都内よりもおすすめかもしれんね、うん、歴史文化を感じられるいいとこよね。はい、うん、そうですね、と、うん、こんばんは、ゆうゆう先生、ミク先生、ジャカルタから、お、ありがとうございます、こんばんは。はい、こんばんは。綺麗な海以外、昔の雰囲気もいいと思います。はい、うんうん、いいね、行きたいですよね、行きたいですよね。はい、アメリカでは出た、またゴキブリホイホイフードトラックの肉はゴキブリホイホイですへ、なるほどね、なるほどね、フードトラックってご飯いっぱいあるからゴキブリがいっぱい寄りつくわけね、うんうんうん、ゴキブリ引き戻し、米里さんだ、うん、あのバリーさんもあの前の生徒さんなんですけど、そう、嬉しいね、米里さん、ね、見てくれてありがとう、はい、うんうん、僕からもありがとうございますよくわかんない俺の、はい、今まで2回行ってました、お送りしました。あ、ゆえのさん、プライドが高い感じ、これあれかな、大阪の話かな、大阪プライド、大阪プライドがさ、うんうん、高いのか低いのかわかんないよね。大阪は別にそんなに、なんだろう、大阪一番っていう感じではないですね。大阪のことをちょっと、なんだろう、バカにしたりもしますよね、時々ね。自分たちね。自分たちの街のことを、そうそうそう。うん、はい、プライドはどうだろう、まあ、人によるんじゃないですかね。まあね、それはね。うん。うん、そう。あ、せいじさん、スーパーチャットありがとうございます。これが待ちに待ったポッドキャストかな、ライブでさ、楽しみですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、私はミック先生の大ファンです。カイセイさん、おお、大ファンですよ、さん、ありがとうございます。はい好きなアイドルグループが大阪出身なので大好き。今なんか有名なアイドルグループいるよね、大阪かなんかの。私そういうの全然知らないんですよ。なん、もう AKB48 からもう私知らないです。お、大阪24とかじゃないの、違うか、
絶対適当ですよね。半分っっ適当ですよね。半分っつって。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。でもね、そう、なんか確かね、この間そんな話になった気がするんだよね。はい。そう。お、ちょっと虫の話題。子供の時は蝶々が恐ろしかったと。理由はわからない。え？でもね、わかる気がする。蝶々。いや。うん。蝶々は大丈夫。うんうんうん、あのさ、人間ってわからないのって怖いじゃん。はい。で、蝶々ってさ、どう動くかわかんなくない？あー、確かに。でさ、ゴキブリの動きって基本 2D じゃん、うん、前か後ろじゃん。そうですね。いやでも飛ぶゴキブリもいますよ。まあいるけどね、いるけど。でも蝶々ってすごいこう不規則な動きをするから怖いよね、うん。予測できないですよね、どっちに行くか。うん、セミとか怖くない？いや、セミめっちゃ怖いですよね、うん、セミは。セミ、なんか一回普通におでこに飛んできたことがあります、私の顔に。なんか、大丈夫かと思って、普通にコーンって頭に当たって、うん、やっぱ目の近くに来るとかも怖いもんね。いや、めっちゃ怖いですね、うんうん。あ、はい、君が好きだと、あ、これあれですね、スラムダンクのオープニングですね。はい。お、ハロー、僕はインドネシア人です。今見てます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。お、なるほどね。あ、海があんまり好きじゃないと。そうか。うんうんうん、まあ確かにベトベトするんだよな、海の近くはな。でもそれよりもいいものはあるからな。うんうんうん、はい。お、ね、埼玉に、ちょっと待ってね。どこだっけな、どこまでだっけな、はい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 、あ、埼玉の、これなんて読むんだっけな、わかんないな、これ多分東側だな、東側の土地読めねえんだよな、そう、あの埼玉も西と東は違うからね、うんうんうん、はい。さあ、僕も海の近くに住んでいて、精神的に、やっぱそうなんだね、やっぱ精神的になんかあるんでしょうね、なんかあったと思いますよ、研究で、うん、海だけじゃなくてこう水の近くにいることで、うん、メンタルヘルスにいいっていうのは聞いたことがありますね。いや、本当水ってね、うん、だって赤ちゃんの時はずっと水の中に何ヶ月もいるわけですからね、うんうん、やっぱ人間と水はやっぱ相性がいいんでしょうね。いや、あのね、うん、その今度また時間がある時にミクを呼んで占いをしたいんだけど。え、なんか、はい、あの別にそういうなんかやばいやつじゃないよ、あの普通にもうただ単に占い、ただ単に占いでこうこんな、ああそうなんだっていうのでね、その風の人とか、うんうんうん、水の人とか、うん、土の人みたいなのがあるのよ。あー、聞いたことあります。なんか風がこう吹いてるところでリラックスできるとかね、うんうんうん、でもう僕は水の人なのよ、水大好きなの、プールも好きだし、うーん、海も好きだし、もうグアダラハラは生きにくくてしょうがなくて、うん、水ないのよね、だって俺唯一体に水つけられるとこは、あの手洗うときとシャワーだけだからね。え、そっか、プールとかないんですか？あんまりないよね、行ってたんだけど、まあちょっと今時間的に難しいからね。はい、さあ、また後でね、コメント読んでいきたいと思うんですが、今日はせっかくミクさんに来てもらってるんで、僕聞きたいことがあったんだけど。え、なんですか？趣味とかある？なんか僕のイメージで、うんうんうん、もうミクはもう常にこう自分にいいものしかしないみたいな、はい、いや、そんなことないですけどね。なんかこう僕で言うゲームとかビールとかさ、うんうん、アニメみたいな、こう、うんうん、まあ、言い方は悪いけど無駄なものを僕は好むんですよ、大好きなんだけど、ミクはそのイメージがなくて、うんうんうん、今日はそれを暴いてやりたいと。暴いてやりたいと。暴かれるんですか、うん、いや、アニメとかはあんまり見ないんですけど、うん、あ、ドラマは結構見ますよ。あ、ドラマ見るんだ。うん、あのネットフリックスの、あの私ね、これずっと前から友達に絶対見た方がいいって言われてたんですけど、うん、ブレイキンバッドって見たことありますか？僕逆にドラマ見ないのよ。
どんなドラマ？ブレイキン、うん、もうこれはね、どんなドラマって言われても一言では表されないぐらい、うん、もう本当に面白いんですけど、うん、なんかもう展開がわからないんですね。ミステリージャンルになるの？ミステリージャンルにはなると思いますね、うんうん、皆さんブレイキンバッド見たことあるかな？もうめっちゃ面白くて、それ毎日2、3話見てるので3時間ぐらい、あ、長いんだ。夜寝る前にブレ見てますよ、結構。ブレイキンバッド。ああ、すぐ出てくるわ。あ、間違えた。スペル間違えた。これね。これこれこれ。ちょっと今、あれですね。これこれこれ。はい、ブレイキングバッド。うん。もうこれ銀行強盗、でもね。いや、違うんですよ。あ、違うんだ。うん。これはね、まあ。簡単に言うと、うん、私もまだ最後まで見てないのでどうなるか分かんないんですけど、うん、だからあの皆さん今あの全部見たことがある人はコメントにどうなるか書かないでくださいね。ネタバレやめようね。あのネタバレなので、普段怒らないミクが本当に怒る可能性あるから、ね、いやこれはなんかね、うん、本当に真面目な人で科学の、はいはい、高校の科学の先生、はいはい、なんですけど、このメガネかけてる人、うん、でこの人本当に真面目で、うん、何も今まで悪いこと してきたことがない人だったんですけど、うん、がんになっちゃって、はいはいはい、もう本当に末期がん、もうすぐ死にます、もうあと2年ぐらいで死にますって言われてて、うん、でも家族はお金がないんですよ、はい、でそこからすごくいい人だったのに、うん、どん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 闇の方に行ってしまうんですね、うん、この人が。なんかその人がどうなるかは私は分かんない。なんかマッドサイエンティストになっちゃう感じ？そうですね、まあ言ってしまえばあのドラッグを、あ、ね、この写真見たら分かると思うんですけ ど、ね、ドラッグの方に、うん、まあ行ってしまうんですけど、うん、まあ、最終的にどうなるかはまだ私も見てないのでわかんないんですけど、めっちゃ今のところまだ私はシーズン2の終わりなんですけど、まだシーズン5まであるので、うん、長いな。そう、もう最近もうそればっか見てて、うん、あんまり仕事に集中してない時が あるんですよ。いや嬉しい、そういうの聞くとね、僕あの人間が小さいので、その人間が小さいからそういうの聞くとめちゃめちゃ安心するんだよね、はい。まあ、そうですか。ゆうすけさん、ゆうすけさんこそめっちゃ仕事してるイメージがあるんですけど。してないよ、もう全然してない。もうちょっとした方がいいぐらい。へえ、うん、あの、いや逆にそれしてないのに、うん、なんでそのどうやってそうやってね、ポッドキャストを、ね、アップロードしたりとか、うん、悠々日本語ポッドキャストもしてるし、悠々日本語のね、スペイン語でもっと日本語を教えるチャンネルもしてて、いろんなことしてるじゃないですか。いやーでも続けられない人だから、うん、僕、あ、この間ほらミク3日坊主のあげてたじゃん。はい、もうね、ザ3日坊主だから。3日坊主だから、うん、そう、なんか初めんだけど続けられない。ポッドキャストミニとかも続けてないし、 YouTube も今1週間に1回しかアップロードしてないし、うんうん、うん、ポッドキャストに関してはもう趣味だね。いやー、もうそれぐらいが一番いいと思います、本当に、うん、なんかこう頑張りすぎて燃え尽きてしまうより、うん、少しずつ本当にコツコツ頑張った方がいいですよね、うん、もうこれ最初の方はあのゆうすけさんも私も、うん、そのバランスがわからないから、うん、どれぐらい働けばいいかわからないじゃないですか。そうね、どこで誰もミク、ユウスケも働きすぎだからもうやめた方がいいよって言ってくれる人いないから。いないね。働こうと思えば何時間でも働けるんですよね、この仕事って。そうね、本当に危ないんですよ、うん、危ない。働いて、うん、もそんなに働いちゃダメっていう人はいないけど、もっとビデオ見たいっていう人はいるからね。そうですね、そうですね、うん、そう。だから最初はバランスが難しくて、うん、働きすぎてちょっとしんどくなって、
あの3日ぐらい何もしたくないみたいな時もあったんですけど、うん、最近はもう、やっぱり自分の生活とか、うん、自分のやりたいことを もっとしていこうと思ってて、うんうん、だからよく海行ったりとか、私あのお寺とか神社めっちゃ好きなんですよね。だから、うん、知らない、行ったことがない神社とかお寺とかに行って、そこの歴史とかなんか学ぶのが好きなんですよ、うん、そういうの結構してますね。あ、うん、でもなんか心にいいことをね、うんうん、で心が悪かったからこそ、まあ、悪かったとか言ったら言い方あるけど、俺もそうだけどね、まあ、この仕事してるとこう、うんうんうん、ちょっと病むじゃないけど心が元気じゃなくなる、うん、瞬間がねありますよ、うん、皆さんあるんですよ。なんかね、いつもあるんですよ、うん、だってまあビデオのね、ビデオではやっぱりみんなに楽しく日本語を勉強してほしいって思ってるから、うん、Welcome back to my channel ってやりますよね。だから本当に元気に、うん、でもやっぱりしんどい時とかもあるので、そういう時は自分でこうケアしないといけないですよね。だから温泉に行ったりとか、うん、結構私は温泉とかにも行きますね。あ、そう。温泉行ったりとか、うん。それはなんかこう地元のしますね。温泉に。そうですね。あの大阪に住んでた時も近くに温泉もあったし、銭湯もあって、うん、そうよく行ってましたね。まあ皆さんね、あの海外の方は。温泉に行ったらちょっと落ち着かないと思うんですけど、まあまあね、裸で入らなきゃいけないから落ち着くっていう感覚はないかもしれないんですけど、うん、日本人はやっぱりお風呂がいいですよね。お風呂に入るとなんか落ち着きますよね、うん、そうね。もう本当、うん、もうほとんど日本に帰りたいなっていうことはないけど、うんうん、温泉だけはねマジで帰りたい思うのよ。なんか仕事終わりにさ、オプションとしてあるじゃん。普通になんかこう行くのが大変なわけでもないじゃん、うん、なんか夜何しようのオプションの一つにスーパー銭湯とかお風呂屋さんに行くっていうオプションがあるってもう最高よね。そうですね、うん、やっぱり疲れも取れますしね。それでだいぶ石工人ってお風呂に浸からないですよね。シャワーだけですよね。シャワーだけ。基本的にはでしかもさ、うちなんかそのボイラーっていうね、うん、お湯を沸かす機械が、はい、まあ、家には必ずついてんだけど、はい、リミットが決まってんのよ。確か日本の家って300リッターとかすっごい量のお湯を沸かすんだよね、うんうん、はい。でもメキシコって多分何十リットルだから、あの5分ぐらいするとだんだんシャワー冷たくなってくんだよね。5分？ 5 分だね。あ、そう、もうなんかすっごいね、惨めな気持ちになるのね確かにそうですね、うん、仕事をやっと終わってよしシャワー浴びようって思ってね、うん、あのシャワー浴びて冷たい水が出てきたらもう泣きたくなりますよねもう泣きたくなりますよね、うん、ねえ、なんかあのワイルドスピードね、うん、ってシャワー浴びながらそんな感じですよ。いや、冷たい水は、うん、冷たい水はちょっとね、うん、きついですね。そうね、はい、そんな感じでしょ。コメントまた読んできますね。はい、みんなよろしくお願いしますと。ミク先生と会いたいんです。みんなコメントありがとうございますね。嬉しい ね、はい、教えて本当にありがとうございます。そうね、あ、チリですけど日本から見てます、応援してます、いつも見てるんです、ありがとうございます、ありがとうございます。ソルさん、はい、なにわ男子だ、うん、そうだ、なにわ男子だよ。へえ、もう見るからに大阪って感じでしょ。あ、アイドルですよね。アイドルの名前、うん、へえ、ちょっと見てみる、なにわ男子。いや、全然最近のアイドルとかも全然わかんないですね。もうその時点でちょっとえ、ちなみにさ、日本にいるのに知らないから。はい、ミクはこう子供の頃に好きだったアイドルとかいるの？山下智久くんって知ってますか？ヤマピー？
ジャニーズのヤマピー、うん、そうそう、ヤマピーですよ。ヤマピーかっこいいですよ。あ、本当。ヤマピー大好きでした、子供の頃。うん。でも学校とかでドラマが終わった次の日とか、見た昨日みたいな。そう、ヤマピーのポスターとか部屋に貼ってたんだ。貼ってありました。ヤマピーとモームス、うん、モーニング娘。時代よね。ですよね。モーニング娘。初期ぐらいじゃないでしょ。もうちょっと後だよね。もうちょっとあとですね、辻ちゃん、かごちゃんの辻ちゃんとかかごちゃんとか言っても絶対これ見てる人分かんないと思うんですけど、ミニモニとかの時代よね。ミニモニの時代ですね、うん、ありましたね。こんな感じなんだ、うん、いや、いいじゃないですか。やっぱ今のさ、アイドルってこう優しそうな人多いね、うんうん、顔がね、可愛い顔が多いね。そうですね、うん、髪型とかもなんかね、うん、優しい、なんかみんな前髪とかありますよね。そうね、前髪ありますね。前髪ありますね。バックにしてる人いないですね。ああ、そうね。バックにしてる人とか。バックにするとちょっと怖いもんね。うん、みんな顔が白い。もうさ、私より白いな。いや、すごいよね。私の方が黒いな。ミクは旅行とか好きだからね。いや、もともと黒いんですよ。俺もそうなのよ。だからさ、イラストを、イラスト描いてくれた人も分かってるんだよね。この僕のアバターちょっと肌黒いじゃん。ちょっと黒い、うん、これリアルカラーなんだよ、ね、リアルカラーなんですよ。うん、別に、すいません、え、そのえ、ちょっと黒い、ちょっと黒いんだよ。これさ、昔はね、はい、昔はサーフィンうちの父さんがやってて、はい、よく海に行ってたっていうのと、はいはい、あと水泳部だったから外で泳いでたっていうのがあって、うんうん、僕はてっきり日焼けで黒いのかなって思ってたんだけど、そうではないらしい。僕家から全く出ないのにこの色なんだ、うん、地黒ですね、もともと黒い。そう、弟は白いんだ。あら、そう、まあ、別にね、白がいいとか黒がいいとかはないんだけど、いや、いいですよ、黒の方がなんか健康的で。今多分 ね、 いいですね、僕の黒、健康的な黒じゃないか。今、うん、今黒すぎますか。いや、なんか日焼けをさ、海とかにいる人ってさ、すごい、うんうん、こう元気そうな黒じゃん。はいはい、でも黒プラス寝てないから色が色が汚いっていうね。綺麗な黒、色が汚い、汚いんだよね。そう、いや、黒は綺麗なんだよ。見たいですね、黒は綺麗なんだよ、はいはい、僕が汚いだけなので。ちょっと どういうこと。いや、ほら、今ほら、なんかさ、こう肌の色とかはね、すごくセンシティブなテーマなので、はいはい、あれなんだよ。そうですね、そうそうそう、そうなんですよ。いや、そうなんだね、いいですね、いいね、うん、はい。さあ、ということで、もうちょっとコメント見ますか。うん、コメント読んでいこうかな。なにわ男子ですよ、うん、大阪の話かな、はい。あ、結構コメント入ってたんだね。ちょっと待って、わー、すごい、飛んだ、やばい、ここら辺だ。アゼルバイジャンの首都バクーから聞いてます。素敵な先生2人ありがとうございます。すごいね、アゼルバイジャン、どこにあるか知ってる？アゼルバイジャン知らないです。なんかの必殺技っぽくない？アゼルバイジャンみたいな、アゼルバイジャン、これ必殺技みたいな。そう、アゼルバイジャンの人も怒られちゃう。アゼルバイジャンは、アゼルバイジャンはよいしょ、いや、ジョージアの近く、アルメニアの近く、トルコ、アゼルバイジャン、トルクメニスタン、カスピ海のとこですね。あー、カスピ海聞いたことがある。いや、でもね、ミク旅行したいって言うから、アゼルバイジャンもどうですかね。え、うん、この辺りも行ってみたいんですよ。もうトルコには絶対行くので、うん、あとジョージアもね、ジョージアもハイキングで有名なので、多分アゼルバイジャンもハイキングできるところがあるんじゃないかな。まま ね、 ね、もう緑が多いからね、うん、地図でね、え、多分山が多いよね。ねえ、 いろんなとこ行ってみたいな。はい、さあ、
48の48は48人の48だね。秋葉原で48人のアイドルだから AKB48 やね、うんうんうん、はい、そうですね、うんうんうん、はい、そうです。そう、海の波を見るのは、好きじゃないんです。子供の時泳ごうとしたら溺れそうになった。わかる、これね、ニディアさんがそうなんだよね。海苦手なんだ。へえ。そう、水が怖いっていう人もいるからね。そうですね、結構ね、日本人は学校で水泳の授業があるから、うん、水に慣れてる人が多いんですよね。うん、あの水泳の授業があるのが普通だと思ってたんですけど、うん、他の水泳の授業ないみたいですね。まあね、なかなか水、うんうん、日本は水に困ってないからね、そもそもね。そうですね、あ、そっかそっか。うん、まあ、水がないとこもあるからなかなか難しいわな。でも海はね、怖いって思うぐらいがちょうどいいよ。うん、やっぱ水はね、うん、はい、うんうんうん、さあ、日本語うまく話せるといいな。ありがとうございます。日本で会いたいです。日本語めっちゃ、日本語の勉強めっちゃ役に立ってます。ゆう先生もありがとうございます。いや、もう何にもやってないけどね、僕ね、ただ話してるだけですけど。いや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 、ゴキブリについてね。そう、じゃあここ、じゃあミクも読んでもらおうかな。いつも怒ってるかな、ここ読めるかな。いつも2人の YouTube よく見ています。ありがとうございます。いろいろ勉強になります。嬉しいですね。ここら辺も英語かな、英語もここも2つ読んでもらっちゃおうかな。英語は僕読めないので、What? I love you と、うん、Watching from Philippines using my iPhone 12 Pro Max、うん、256GB fully charged、うん、めっちゃ楽しみにしてくれてるのかな。あの、なるほど、充電満タンで見てます。満タンで見てます。じゃあ大丈夫だね。まあ、まあ、実はこのライブはね、うん、あと5時間続くんですけど。ちょっと待ってくださいよ。ね、日本時間で今10時なので、あの5時間となると、うん、私ね、もう11時から機能しなくなるんですよ。ファンクションしなくなるんですよね。いや、もうなんかね、もういろんな変なこと言ってしまいます。言っちゃいけないこと、言っちゃいけないことないけど、別に言っちゃいけないことないけど、デンジャラスになるね。デンジャラスになります。ちなみにミクは、はい、こう1日のスケジュールはどんな感じなの？こう何時に起きて何してみたいなのは。最近はまた早くなりましたね。なんか去年はなんでか知らないんですけど、うん、朝起きれなくなったんでしょうね、去年、うん、なんかまだなんだろう、サイクルがあるのかな、うん、朝なんか8時に起きてっていう感じだったんですよ、去年までは。でも今年からは6時半には起きてますね、もう。はい、え、うん、あ、そうですか。で、朝ごはん食べて、うん、で朝ごはんね、ゆっくり食べたいタイプなんですよ。なんか朝あんまり急ぎたくなくて、朝せかせかするとなんかね、一日の始まりがなんかちゃんと始められないっていうか、全部が忙しくなってしまう気がするので、うん、朝をゆっくりしたいんです。だから朝ゆっくりコーヒーを飲む、うん、っていうのが好きで、そう。で、朝日記を書きますね。日記を書くんだ。朝日記を書きますね。面白いね。普通夜書くけどね。そうなんですよ。で、なんかそれモーニングページっていうアクティビティがあって、それ去年からやってるんですけど、うんうん、夜日記を書くときって、今日はこんなことがあったっていうふうに今日あった出来事を書くじゃないですか。はい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 。で、朝書くと、まあ今日のことではなくて、今あの一日まだ始まってない時に、うん、今自分の頭の中にあること全部書くんですよ。もう筆を止めないで、ペンを止めないで、うん、頭にもう来た情報を全部書く、気持ちを全部書く。ですると、その今の自分の状況とか今の自分の感情とかがすごく分かりやすい、うん、し、あとはその朝書くことでいらないものを捨てられる、朝からっていうのがあるらしくて。ほう、書くことによっていらないものを捨てられる、うん、そう、いらない思考、頭の中にあるゴミですね。もういらない感情とかいらない、うん、ごちゃごちゃしてるじゃないですか、時々頭の中って。はい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 。で、それを書くことでそのごちゃごちゃしてるのが整理されて、うん、朝一日を
こうすっきりした状態で始められるっていうのがモーニングページアクティビティなんですけど、うん、それし始めてから結構なんだろう、あんまり一日中考えなくなりましたね。その書く時にもう全部考えてるから、うん、で考えてもうその考え一度考えたからもうそれはもう忘れてしまうので、うん、うん、なんかメディテーションみたい、瞑想みたい、なるほどね、ですね、うん、ペンと紙を使ったメディテーション、そう、それをしてますね、うん、なんかどんなこと書くの？いやもう本当にその時に考えてること、うん、書きますね。だから例えばまあ、ミクリアルジャパニーズのことでこれからどんなことしたいかなってことも全部書きますし、うん、で書いてたらなんかアイデアが出てきたりとか、はいはいはい、こう、あ、今自分はこういうことでちょっとストレスを感じてるんだなとか、うん、これはしたくないんだなとか、うんうんうん、うんうんうん、っていうふうに自分の状態が分かるのがメリットですね、うんうんうん、なるほどね。目で見えるってまたいいよね。そうそうそうですね。それ、ね、うんうん、その後はもう普通に仕事ですね。仕事始めますね、うん、何時ぐらいに切り上げるの、うんうん、仕事は日によりますけど、だいたいまあ、うん、7時には終わるようにしてますね。すごいね。もうね、でもね、昔は9時とか10時までしてましたね。もっとしてましたね。11時ぐらいまでしてる時もありましたね。でしかも6時起きでの11時ってことでしょう、うん、そう。やばいですよね。きつ。ほんと、ワークホリックの、うん。うん。ワークホリックの時もありましたね。もう、まあでも、それも楽しかったからっていうのもあるんですけど、うん、しなきゃいけないよりしたい。が強くて、うん、結構働いてましたけど、今はもう6時半7時ぐらいにはもうやめるようにしてますね。でブレイキングバットを見るんだ、うん、ブレイキングバットを見ながらビールを飲んだりとか、うんうん、あ、ポテトチップス食べながらポテトチップス美味しすぎてね、うん、1日に1袋半ぐらい食べたりするんですけど、ちょっとやばいなと思って最近、うん、それもやめなきゃいけないなと思ってるんですけど。あ、そうなんだ、うん、結構なんかミクはなんかすごいもう体にいいものしか、なんかオーガニックのものしか食べませんみたいな。いや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 、ゆうすけさん、そんなことないですよ。だってメキシコ行った時アボカドばっかりだったよね。いや、アボカドも食べてましたけど、やっぱチョコレートとか甘いものが好きですね、うん、あ、そうなんだ。まあいいよね、心休まるしね、うんうん、ゆうすけさんはどんな感じですか、うん、一日のスケジュールはだいたい何時ぐらいに起きるんですか？あのね、もう僕はね、うん、ダメ男なのでちょっとさっきからダメ男、うん、そうなんですか？もうね、はい、朝はね、まちまちだね、はい、でも、まずだいたい早くて8時とか7時半ぐらいに起きるかな。で仕事が最初の一発目の一日のクラスがだいたい9時からスタート、うんうん、なのでもうそれまではひたすらゲームをやります朝7時半から8時に起きて、うん、朝ごはんは食べない。え食べないです。朝ごはん食べずにゲームを、うん、されるゲームをします。される急に距離急に距離ゲームをされるんですね、そう、僕ね、まあ、好きなアニメのキャラクターで、ハイキューのね、ハイキューってバレーボールのアニメのね、はいはい、キャラクターの中にすごいゲームが好きな男の子がいるんだけど、ある日お父さんお母さんに怒られるのよ、うんうん、夜遅くまでゲームしちゃダメって。うん、でその子は何をしたかというと、めっちゃ早起きしてゲームするの、うんうんうん、でも早起きってさ、イメージ的にいいイメージじゃない、体にいいイメージ、はい、偉いイメージだから、ゲームをするっていう、うん、なんか悪いなっていう、これ罪悪感っていうんだけど、悪い気持ちがちょっとなんかそんなにこう悪いことしてない感じがするのよね。
そう。確かにそうですね。夜更かしするよりうん。朝早く起きてゲームする方がまだいいっていうそう。感じなんですかね。そううーね。ん。で、大体、9時から2時くらいまでお仕事をして、2時から4時半まではお昼休み、ご飯食べたり、お昼寝したり。で、4時半ぐらいから夜の9時半ぐらいまでお仕事をして、前はそっから YouTube 撮ってたの。10時半とか11時くらいまで。でも最近はすごもい。う1週間にそれが1回ぐらいなので、そっからまたゲームをします。ちょっと待って、ユースケそさん、何時に寝てるんですか？う。昨日はね、2時に寝ました。ちょっと待って、だいぶゲームしてますね。なんか1時間とかじゃなくて、あのね、ミクさん、何1時日間にゲーね、ムをし1てるん時です間ぐらいして、するぐらいじゃね、ゲームは進まないんですよ。か？ああ、そうなんですか。命をかけないと。命を懸けないと。侍？うん、侍だよ。侍？侍だよ、あ、そそうか。う。うん。で、最近はニディアさんもそのゲームを始めてるので、その2人で、こう、ニディアさんはテレビで、僕はパソコンで一緒にゲームをやってます。へえ、仲良し。そう。そんなね感じ。だから、まあ、ちなみに今日朝6時起きで、昨日2時に寝たので、4時間くらいしか寝てないんですけど、でも大丈夫ですか？その働いてた時はなんか俺こんなに働いててこんなに寝てないみたいなメンタルだったの。でも夜遅くまで起きててゲームをやってる、朝早く起きてゲームをやってるから、自分でもあんまり良くないことをしてるっていうのは分かってるので、なんか俺寝てないアピールとかも全然今してないですね。うん。いやー、でもユースケさん、健康第一ですよ。そうね。でも人睡生眠。一回だから。ゲーうん。ムできるだけしないと。そね。う。そう。なんかね。まあ、そんな感じです。だから、本当、だからといって僕みたいな生活を皆さん送ってくださいとは全く思ってないですね。うん。まあ、寝なくていい人もいますからね。まあ、あだまりか寝ら、なくても大丈夫な人もいる。昼寝するんだけどね。あ、そうですね。そんな感じです。はい。さあ、ブレイキングバッドめっちゃ激しいドラマ。すごいって。まあ、みんなブレイキングバッドすごいみたいなね。うん。すごい、いろんなコはいメントはいありはいがとうはい。あござりがいとうまございす。ます。ストレンジャー・シングス、見ましたか？これも有名だよね、海外でね。ストレンジャー・シングス。怖いやつ。あ、それ見てないです、まだ。怖いのも見るの？怖いの見れないんですよ。ビビリなんですよ。うん。結構。わかるすぐ、わ。なんかその、夜見て、うもうなんかみんな寝れるけど、一人だけ寝れなくて、大変みたいなのがよくあるので、ん。うん。寝る前とかには見れないですね、怖いのは。そうね。なんか、いや、ホラー映画さ、好きな人多いじゃん、やっぱね。でもさ、僕思うのよ。なんでさ、わざわざ時間を使ってまで怖い思いをしなきゃいけないの？みたいな。うん。変態ですよね、ちょっと。変態ですよね。そうね。ねえ、絶対できなない。んかさ、すっごいお腹空いてる時に美味しくないご飯食べるみたいな。うん。ねえ、はい。わざわざそんな怖いものを見なくてもいいですよね。みんなまあ、好きなんですよね、なんか心のマッそういうサージっての。言うからね、心のトレーニングっていうよね、映画はね。うん。はい。日本、温泉ホテルはほとんど日本しかないみたいですね。気持ちがいいよね。そうね。確かに。温泉ホテルってないもんね。泊まるところだもんね。に、そうです普通はね。ね。ゆうゆう先生の肌は綺麗ですよって書いてます。心ね。このアバターの肌は綺麗だけどね。うん。まあ、寝てないからさらに汚い黒に うん、そうね。はい。そう。あ、なにわ男子やっぱ有名なんだね。は
はい、おそうなんだ。ミク先生、鎌倉で食べたパンケーキが美味しそうで今でも食べたい。パンケーキ食べたの？おそうなんですよ。の動画で、うん、あの鎌倉の動画の中でパンケーキ屋さんにみんなを連れてったんですけど、うん、ここに絶対食べに来てねって、うん、みんなに言ったところがあるんですけど、海沿いのところで。やっぱ違う。うあ、アボカドサーモンパンケーキを食べました。アボカドサーモンパンケーキなの？そうそうそう。甘くないの？パンは甘いんですけど、まああのちょっとしょっぱいのとミックスっていう感じで美味しかったですよ。なるほどね。おしゃれなとこがいっぱいあるんですよ。おしゃれなカフェとかおしゃれなレストランとか、うん、めっちゃおすすめですね本当に。いいね、うん、なんか僕さ、グアダラハラでいいなって思うのが、おしゃれなカフェとかレストラン多いのいいのよね、うんうん、うんうん、そう。なんか日本で例えば都内でこんだけおしゃれなとこ行くってなったら高いなみたいな。はい。でも鎌倉は海もあるしおしゃれなレストランもあるんだね。あるんですよ。そっか、俺も鎌倉ちょっといいね。そうそうそう、来てくださいよ、ニディアさんと一緒に。行きたいね、ニディアさんね。意外と鎌倉行ったことないのよ。へえー、そうなんだ。じゃあ次来た時はね、うん、鎌倉来案内してください。うん、いや本当に本当に、うん、はい、さあさあさあ、コーヒーにハマってますか？コーヒーにハマってます。コーヒーはどんなコーヒー飲むの？ね、最近、うん、豆を挽く機械を買って、なんか近くにね、コーヒーすごいねおしゃれな喫茶店があって、いろんな国のコーヒーを売ってるんですけど、うん、今エチオピアのコーヒー。出ました、エチオピアコーヒー。有名よね。有名なんですか？私そんなにコーヒー詳しくないんですけど、うん、その、あの店員さんがおすすめしてくれて、これ美味しいですよって言ってくれたんで、うん、今それ飲んでるんですけど、うん、あの、あんまりこれね、コーヒー好きな人に言ったらもう絶対怒られると思うんですけど、まあ、分かりますよ。ちょっとコクがあったりとか、ちょっと味が深かったりとか、分かるんですけど、うん、そこまでこう分からない違いが、うん、そうだからちょっとあのもっと勉強しないといけないなと思ってます。いろんな国のコーヒーを あ, ー、ね、あんまり飲んだことないので、うん、なんか何が違うのかとか分かんないんですけど、例えばなんかオーストラリアとかの人はコーヒーすごい、うん、あのこだわりがあるって聞いたことがあるので、うん、ね、多分コーヒーにこだわりある人もいると思うんですけど、うん、僕ちなみにコーヒーはね、うん、こだわるタイプなんですよ。お結構で、おすすめは例えばさ、はい、そのコーヒーショップに行って豆を買うじゃん、はい、で、はいはい、その普段買う量ちょっと少なくしていろんなコーヒーを買って1日1日違うコーヒーを飲んだら面白い、うん、あ、毎日違うやつを飲む。そう、毎日違うやつ飲まないとやっぱ分かんないよ、うんうん、あ、やっぱそうなんだ。やってみようそれ。うん、でそうすると、あ、このコーヒーはなんかちょっと味薄いなとか、このコーヒーちょっと酸っぱいな、うん、だから今日はちょっとなんかお腹の調子悪いからこの薄いコーヒー飲もうかなとか。そう、飲み比べができますよね。やっぱね、飲み比べないとワインもビールもすごいまた、うんうん、お酒になっちゃったけど、うん、わかんないからね。え、ちなみにさ、すごい下世話な話していい、うんうん、はいはい。コーヒーって今いくらぐらいなの、日本で豆。この間買ったそのエチオピアのコーヒー豆は、うん、100g で600円ぐらいでした。100g600 円か。うん、あ、そっか、高いですか？いやもちろん日本だとね、あの、うんうんうん、100g600 円。そうね、だって、まあ、メキシコも物価が違うからあれなんだけど、僕が買うコーヒーは 250g で600円だから約半額ぐらいだね。うん、うん、そっかそっか、そうですよね。
そう、ね、まあでもそんなに、うん、そんなに高くはないと思いますけど ね、まあ毎、うん、その何一人で飲むし、うんうん、そんなんだって一杯とかでしょ飲むの。うん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 、100g だったらね1ヶ月ぐらい持つかね。あーどうだろう、3週間2週間ぐらい、ね、はい、1日2杯ぐらい飲むので。あ、飲むんだ。うん、え、今ちなみに使ってるコーヒーをさ、こう砕くミルっていうのは電動ミル使ってる？はいはい、そうですね、電動のやつです。これさ、今度さお金に余裕があったら手で引くやつ買ってみて、うん、え、手動のやつですか？手動ミル。あの100、そんなのがいいんですか？あのね、なんていうのかな、うん、面白い、いいよ。まずあのこうゴリゴリしてるあの感覚がさ、うんうんうん、いいし、こう自分で弾いてるなっていう感じがするし、へえ、僕その手でこうゴリゴリするミルを買ってからコーヒーもっと好きになった。うん、あ、そうなんだ、うん、その豆をこうね引いてる時にもこう、うん、匂いがね分かりますもんね、香りとかも楽しめるし、そうそうそう、うん、あとね、いっぱい飲まずに済む。うん、ね、うん、なるほどなるほど。そう、やっぱ飲みすぎると寝れなくなっちゃうからね、うん、はい、なんかネパールコーヒー本当に美味しいですよねって書いてます。あ、有名よねネパールもね。うん、はい、さあ、take note of your health、 ゆうすけさんありがとうございます。これは気をつけてってことかな。うん、気をつけて。あのさ、振ってる、うん、はいはい、この間ね、いよいよ英語の勉強を始めようかなって思って、まずその英語を教えてくれ、教えてるその、まあ、学生がいるんだけど、はい、その人にあのレベル分けテストをしてもらったんだよ。はい、うん、頑張ってね話したの、うん、20分ぐらい。おお、うん、A1 って言われたわA1 って一番初級のやつ A1 です、 A1 ですねって言われて。あ、そっか、やっぱりスピーキングもあるんですね、英語だから、うん、テストの中に、うん、そう、もうねダメだね。でも いつかは英語を話したいなと。やっぱ僕も旅行したいので、いよいよ、うん、英語話せないと死んじゃうからね。まあそうですね、でもまあ話せなくても、まあ旅行はできるけど、やっぱりいろんな人とつながりたかったら、そう、やっぱり話せた方が楽しいですよね。うん、やっぱり旅行で一番楽しいのって人と人とのつながりだからね、うん、そうですね、うん、綺麗な景色見たかったらもう今 Google マップで見れるからね、うん、そうですね、ほんと、うん、はい、お、ね、コメントね、来年勉強するのは日本行きたいけど京都または北海道に行くかどうかも分からない、どうすればいいでしょうか。ミクさんどうですか。いや、北海道もね、あの私は、まあ、北海道の、うん、島に住んでたことがあるんですよ。はい、とね、北海道の、ま、日本の一番北の島、礼文島っていう島があって、うん、そこでアルバイトしてたんですよ、夏休みの間。それお金をたくさん お金をたくさん稼いで、いろんなところでそのバイトしてたんですけど、うん、何、カニ取ってたの？短期のバイト。カニ取ってるんですよ。カニ取ってる。カニ取ってそうですけどね、うん、私なんか。船に普通に海潜って。うん、海潜ってやってそうですけど、やってないって言われないね。カニは取ってない。カニは取ってない。何やってたの？取ってない。ウェイトレスを。あ、ウェイトレスやったんだ。かわいい、かわいいウェイトレスをしてて、まあそれどうでもいいんですけど、うん、北海道は自然がやっぱり綺麗ですよ。うん。うん、話す人いる？だから。北海道？うん。うん。いますよ、いますよ。まあでも場所にもよるのかな。あ、まあ札幌とかだったらいるよね。うん、田舎だったら人少ないんじゃないかな。うん、まあ、どうだろう、本当に自然が大好きで、うん、自然を楽しみたい人、うん、あとはスノボとか、うん、
スキーが好きだったら北海道はすごくいいと思います。なるいほろど。んな国の人が北海道に滑りに来るので、スキーとかスノボをしに来るので、北海道、そういうふうにね、雪のスポーツが好きだったらいいと思うんですけど、私だったら京都を選ぶかなっていうほう。のは、京都はすごくまあ歴史がある街ですごく日本の文化も学びやすい。例えば、その京都に住んでた時に、茶道の教室が近所に3つ、4つぐらいあっあ、て、そあとは華道、生け花、お花をこう飾ったりする教室とかも、すごく近くにあるんですね。あと、鴨川って言って、まあ、川ね、すごく大きい川があるんですけど、そこの横散歩したりとかするのもいいですし、なんだろう、京都はね、やっぱり住んでる人は特にですけど、京都から離れられないぐらい好きっていう人は結構いますね。まあ、いいとこよ外国のね。方で。外国の方も、やっぱり日本の文化を学びたいなら京都に住んだ方がいいっていう人はいますね。どっちもいい思い出になりそうだね。どっちもいいけど、何が好きかによる。自然だっそたのらヘビー北メ海タ道。ルさんが、ヘビーメタルさそう、んヘが。ビーメタルさん、そう、何をしたいかによるかな。私だったら、京都に住んだら、奈良とか、大阪とかにも行けるし、奈良もまた面白いんですよ。そうだね。昔の歴史とか学べるし、大仏とかね、こういろんなものに触れられるので、そうですね。いろんなところに行きたいなら京都の方がいいんじゃないかな。真ん中にいた方がいろんなところに行きやすいんじゃないかなと思います確ね。かに利便性はあるよね。そうですね。ということでありがとうございます。さあ、栃木から聞いねえ。てますと、ありがとうございます。アメリカからおはよう、インドからこんばんは、台湾からすごいね、すごいね、ワールドワわお。イド。さあ、次の動画はユウスケさんとしてください、ミク先生、だそうですよ。おー、りょうさん、わかりました。ゆうすけさんとコラボします。何をしましょうかね。何をしましょうかね。この間のね、カタカナ足の動画をめっちゃ私は好きでした。ああ、も俺2回ぐう、らい見たもん。私はね、編集しながらもう爆笑してましたからね。何回も一人で見てニヤニヤしながら。ありだがからたい。ね、本当に仕事じゃなくて、本当に楽しかったの思で、い出とそうしていうね。ゲームとか、思い出として、あの日コラボした時、一日に7個ぐらい動画撮りましたよね。ねえ、撮ったよね。そうで、撮って、その後、ビール飲みながら、なんか、これからどうしたいかとか、いろんなことについて話しましたよね。深い去話よ年のね。10月。ねえ、ありにまもしたかかわね。らずね、もう一日中ゲームやってる僕ですよ。ほんと。いや、私も変わらないですよ。仕事終わったら、ブレイキンバッド見て、ポテトチップス食べながらビール飲んでますからね。まあでも、全然いいですよ。そう、でもやっぱだっね、て、好きなことしないと、好きそなことをう、する時間も大切なんですよ。毎日ね、幸せは高い、安い、大きい、小さいは関係ないからね。そうですよ。そう、やっぱいいじゃないでね。すか、ポテトチップスビールとかね。体に悪いっ最て高。最高よね。日本のポテトチップス美味しいし。美味しいんですよ。やめられない。ちなみに何を食べてんの、ミクは最近。片揚げポテトですね。片揚唐揚げげ。ポテト、ちょっと見ましょうか。何味を食べてんの？もうシンプルに薄塩味薄塩。ですね。このチップスはね、皆さん、食感が最高。食感っていうのはテクスチャーですね。食べた時の感覚。これがもうね、硬いんですよね。硬揚げって書いてるけど、硬いんですよ。こ確れのかに。青いやつ。青いや薄つ。塩味。これ皆さん、キャプチャー撮っといてくださいね。これ。はい。これ美味しいよ。ビールに合い確まかすに。よ。確かにね。こう、ポテトチップスって簡単に食べれちゃうけど、これはしっかりこう、もぐもぐしないと食べれないもんね。そうですね。これ美味しい。いろんな味出てるんだはい。ね。
日本のお菓子って面白いですね。本当に季節によって違う味が出たりとか、場所によっても違うしますし、場所によっても違うし、うん、日本のスーパーに来たらみんな面白いと思う。うん、そう ね、うんうんうん、確かにこれだけでもいっぱいあるもんね。ねえ、はい、さあ、まあ、ということで、まあ、今回ね夜もだいぶ遅くなってきて、ミクのカラータイマーもねだいぶカラータイマーってウルトラマンの話なんですけど、ちょっと分かんないよね、ピコンピコンなってるからね。あ、ピコンピコン、まあ、まだ大丈夫ですけど、うん、はい、ずっと話してるとね、もうミッドナイトまで行きそうなので。そうね、片揚げポテトが必要になってくるからね、うん、片揚げポテトもうちょっと今もうね、さっきから片揚げポテトの話をしてる時からもう片揚げポテト食べたくて、うん、今あるの近くに。仕方ないです。いや、あるんですよ。あるんだ。もうね、うん、必ずスーパーに行ったら、まあ、1個ぐらい買っておくので、うん、何個かね、もう予備にあるんですよ。3個ぐらい今。ああ、もうそれだよね。やめられない理由の一つよね。うん、今言ってるわけよ。ミクちゃん、そう、大丈夫よ。10時関係ないわよ。食べちゃいなさい。関係ないわよ。うん、で冷蔵庫のビールたちもね、行っちゃいなさい。そう、行っちゃいなさい。うん。仕事頑張ったんだから。そう。いいのよ。そう。火曜日関係ないわよ。キャラがもう、キャラがちょっと、うん、お姉キャラだ。おね、片揚げポテトはお姉キャラなんですよ。へ、ミクちゃん大丈夫よ、行っちゃいなさい。はい。はい。もうユウスケさん、これメキシコの朝の時間ですからね。そうね、朝の時間からユウスケさんこのテンションです。うん、でもね、これ多分ねオフこう終わりますってなったらね、うん、ってなってると思う。あ、本当ですか。そう、このテンションで1日行ったら壊れちゃうからね。はい、このテンションで1日行ったらダメですね。そうね、はい、食べちゃいなさい。まあ、ということでね、これぜひミクさんには初、まあ、はい、初コラボはりょうたくんなんだけど、りょうたくんはこう会社内のコラボなんで、うんうんうん、その外からのコラボはもうミクさん 初のライブ参加ということで。お、どうでした今日。ありがとうございます。いやね、普通にユウスケさんと喋ってるだけですね。うん、普通に、うん、なんかこうライブ、え、これライブしてるんですかっていうちょっと感じだから、うん、ゆるすぎたんですけど大丈夫でしたか。いや、もうこれがいいんだよ、うん、だって、うん、日本人のこう生の会話を聞くっていうのはめちゃめちゃいい経験になると思うんだよね。そうですね、うん、うん、そう、いやー楽しいな。そうということで、ね、ミクさんにはもうぜひね準レギュラーということでお時間があったら、もちろん、もう僕もミクとライブやるんだったら朝6時でも5時でも起きますんで。ゲームは大丈夫ですか。もうちょっと朝早く起きてゲームしてから、うん、ライブか、もう早くライブやって早く終わりにして、うん、もうこのあとゲームやるかだよね。あ、そうしましょう。じゃあその方がいい。そう、もうこれ以上早く起きたらさすがに死んじゃうので。さすがに死んじゃう。うん、いや、ゆうすけさんも私のチャンネルに来てください、ね、行きます、ポッドキャストにも。日本語だけでいいんだよね、英語なくていいんだよね。なくていいです。もうポッドキャストでの会話はもう全部日本語で。あ、よかった、 A1 なので英語。大丈夫です、うん、なんならスペイン語をちょっと使っても大丈夫です。あ、嬉しい。そう、この間テストでね、はい、ワイフっていう言葉が出てこなくて、はい、で、なんか誰と一緒に住んでるって聞かれて、はい、ワイフが出てこなくて With my friend って言ったの。With my friend って言ったら、 With my friend っちゃう、うん、そしたらニディアさんにさすがに怒られた。フレンドちゃうわっつって。そう、そんなレベルの英語なので。いや、やばいですね、うん、でもなんか言わなきゃいけないと思って。そう、 with my with my friend、うん、そう、はい、ワイフですから。ワイフだからね。でも友達のような2人なので、はい、ということでね。さあ、そう、はい、いろいろやりたい企画はあって、先輩後輩チェンジとか、はい、
でもそれちょっと大丈夫かな。はあい、とそれもやっ関てみ西たいです弁ね。講座とかもね。うん。そう、僕いいんじがゃないです実際か。話してみて何がダメなのかを指摘してほしいのよ。でもビシバシいきますよ、その場合は。そもうちょっとイントネーションが、あ、違います。あ、全然違うってう。なるかもしれないですけど。でもほら、日本語いいです。教師としてはやっぱイントネーションはすぐ直せなきゃいけないので。そう、ちょっとそうね、ですそうね。いうのもいろいろやりたテいスと思ト。いますので、はい。関西弁テスト A1 になるかな。厳しい。そう、それをやることによってね。多分関西弁を勉強したい人にとってはいい。いや、私、関西弁も教えたいんですよ、実は。かわいそうじゃないですか、一生懸命日本語を勉強して、一生懸命教科書で標準語を勉強して、関西に住み始めたら、もう、関西人の言ってること、わかんないってなる人がいっぱいいるのもうで、せやろとかさ、もうもう、全然違うもんね。せやろ、ほんま、何してんのとか、もう全然違いますから、やっぱりいつかは関西弁のコースとか、その関西弁のコンテンツをもっと定期的に作れるようになりたいんですけれど、まだその前にね、やりたいことがいっぱいあるので、そう、ポッドキャそストのとかさ、ね、コー頑ス張とっかて。開いたらさ、俺入ってもいいの？ちょっとえ、面お白かくしいですない？よ。入ります？入る。もう、世界の人はい。と一緒に僕は学生になって関西弁を勉強したい。申し込みするわ。マジ申しで。込み？本当ですか？お願いします、じゃあ。ミク先生、よろしくお願いします。はい。ビシバシ、行くで。お願行くいしで。ます。ということで、今回1時間半ですね、結構長丁場でやっていきましたけども、また次回も来てくれるかな？いいと これは分思う。かんないやつね。ということで、わ今かんな回いで本す。当ミクさんありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。本当に。久しぶりに話せたのでね。そ普通れにもね、まうちた。らとしても久しぶりだったしね。そう、またちょっと定期的に話しましょう。普通にポッドキャストとか関係なく。そうだね。そういうことで、皆さん、今日は聞いてくれて、か噛んじゃった。今日は聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございましということた。で、皆皆さん、さまん、たまたね、ね。バイバイ。